例えば、後輩の方を見ましょう。一応、ベスト前の入管区のステージの話をしていまして、今さんの入管区の話をしていたんですけども、ユリカ数はその一般に多項式分の多項式という形の関数 で、まあ、分母の方よりも分子の方が、まあ、次数が小さいと一般にして良いということだったんですが、これ一応ですね、じゃあ分母の方が、分母の次数が分子の次数より大きい場合はどうするかというと、これは単純に分子を分母で割ります。で割りますと、その分子の次数を下げることができます。これからその有理関数の積分の方法の話をしていくわけなんですけれども、まず、その方法のですね、性質から言いますと、有理関数の不等式分というのは、必ずできます。必ずできますというのは、いくつかの意味で、できますと言っているんですけれども、まず、有理関数の積分は可能である。で、これいくつかの意味がありまして、一つはその、有限解の手続きでできる。もう一つは初等関数の範囲で求めることができます。
ですので、まあ、世の中にはそのいろいろな、まあ、関数があるわけですけれども、まあ、その中でも有理関数は、まあ、比較的その積分は、まあ、しやすい方だと、思っていると思います。その有理関数の積分の、まあ、主な方法の主な部分なんですけれども、これはあまり聞いたことあるかもしれませんが、部分分数分解で、一応部分分数分解の言葉を知っている人はどれくらいですか？多分、ほとんどですね。はい。で、多分、受験の数学でも、そういった問題を扱ってきたと思いますので、まあ、それほど、まあ、皆さんよくわかっていると思うんですけれども、一応、ここでは、その、多分、高校でやってきた範囲か、もしくは、それよりも、より一般的な形での、部分分数分解に関する性質を説明したいと思います。ということで、その有理関数の部分分数分解なんですけれども、で、それをこれから、まあ、ちょっと定理の形で、述べます。実はこれから説明する話は、定理の教科書には載っていませんので、便宜上、定理1という番号を付けておきます。定理の教科書の定理の番号ではありませんので、注意してください。最初の定義は、まあ、多項式QX という多項式がありまして、これ M 字の多項式とします。X の M 乗プラス b の m マイナス 1x の5倍になす1乗プラス点数分析で b1x プラス b の0、まあ、こういう m 字の多項式で、最高次の係数が1ですね。で、まあ、こういった多項式は、実は次のような形で表すことができます。
因数分解できるっていうことなんですけれども、まずここまでいいですか。ちょっとこれ定義1についてはもう少しこの後、詳しく、その意味について、意味というかその説明をもう少し詳しくお願いします。で、次にもう一つの定義があるんですけれども、
急の X が先ほどの定理1のような形で因数分解されるというされているとします。で、その急 X が長方形1と同じようにマイナスアルファ1の R1 乗から X マイナスアルファ K の RK 乗までの積にかけることの x2 乗から x2乗プラスデルタ1の1乗からデルタ L x デルタ L の s の L 乗で、ただしこの次数に関してはまあ、その他の条件は、まあ、定理値と同じと、まあ、こういう形でこう表されているものとします。そして、さらにあとこの P と P の次数に関しては条件は N が A の条項とあすいません、P と Q の次数が多分違ってますね。これインデックスですいません、さっきは P の次数を N にしましたから、次数に関してはその P の次数よりも Q の次数が大きいと。で、まあ、ここで表したいのはその先ほど定義したような Fx が Q 分の P で表されている有理関数なんですが、ここですね、この Qx 分の Qx 有理関数が以下の形で表すことができるというもので、まあ、ちょっとこれからその以下の形をバーッと書きますから、それまでにしていきます。まあ、その形なんですけれども、まず最初に、この x-α1 ですね、x-α1 を分母とする方の定理。しかも、その分母の指数が、まあ、x-α1 の1乗とかから始まって x-α1 の2乗点々点といって2乗は x-α1 の r1 乗ですね。まあ、こういう形が最後出てきまして、でそこから同様に
でいきまして、で、あとこれが x マイナスアルファ k の項までするわけですね。で、ここが a の k1 です。プラスで x マイナスアルファ k の k 乗分の、まあ、ある定数以上が、この qx の因子のうち一次式で表せるという部分ですね。について、まあ、こういう形に分解される。で、次は今度この二次式です。二次式の因子の部分なんですけれども、これはどうなるかというと、二次式の因子の対象が何で正規乗プラス。デルタ 1x プラスデルタ1分の、これ分母は二次式ですから、これ分子の方は一次式になってありまして、 B の 1x プラス、C の1次式、でこれがどこまで続くかというと、ちょうどこの因子の指数ですね、この S1 まで続いてます。デルタ 1x プラスデルタ1分のデルタ1の S1 乗で、分子の方は1次式ですね。B の SC1x プラス C の 1S1。で、これが以下同様で続きます。どこまで続くかというと、今度は、この qx の分母の qx の最後の位置ですね、この部分まで続きます。最後の部分は、x 乗プラス、E のアベータの MX とします。デルタ A 部分の分子はやっぱり1次式で、E の UTX とします。C の l t で、まあ、またこういった有理式の和があって、で、最後がこれ SL 乗まで続くんですけれども、 x 2乗プラスベータ L プラスベータ L 分の SL 乗で、分子は一次式で D の LSLX プラス C の SL。だいぶ長いですけれども、その QX と QX が、QX 分の QX、ユニバース QX 分の QX が、分母の QX の因子を用いて、まあ、このように表せる。で、これが一般的な有理関数の部分分数分解の形であります。
もうちょっと映してる感じですね。それで、一応ですね、その、まあ、詳しい証明はここでは省きますけれども、まあ、要はその部分フェース分解というのは、まあ、このような形が、まあ、一般的な形であるということを、まあ、に注意しておいてください。それからもう一つ、もう少しですね、その定理 1a の部分、多項式がこういう形で、その因数分解できるっていうことの元になっている定理がありまして、これ聞いたことある人もいるかもしれませんが、大数学の基本定理というのがあります。これだけちょっと説明してみます。大数学の基本定理っていうのを知ってる人はございますか？あんまり聞いたことあるとかっていう人は、あ、そんなにいませんか？はい、わかりました。いいです。結構です。この定理は、皆さん大数方程式っていうのは、まあ、言葉は知らないですけども、例えば、二次方程式やったらよく知ってますよね。中学の頃からその解の公式なんかを勉強してますから、二次方程式というのはよく知っていると思います。で、そういうのをですね、皆さんよく扱っているのは二次の方程式だと思うんですけれども、それを一般の N 次の多項式で、そういう解を求めるというのは、まあ、大数方程式っていうんですが、大数方程式の、解の個数ですね。二次方程式なら、まあ、2個の解を持つというのは、解の公式やったら皆さんよく知ってると思うんですけれども、じゃあ、一般の N 次の方程式は何個解を持つかというと、これ実は N 個持つというのが、その大数学の本定理の内容です。で、一応こちらに書いてみましょう。大数方程式 QX イコール、まあ、QX っていうのはああいう多項式だと思っています。QX、ただし QX は、まあ、定理1と同じ。どうしましょう。で、この QX のQX イコール0の方程式 あのコンという言い方はまだ馴染みがない人もいるかもしれませんが、まあ、今までだけその二次方程式が解の公式というふうに皆さん解という言葉をよく使っていると思いますが、その大数方程式 その二次方程式の解のように、例えばある条件を満たす特定の数値などを表す場合には、その根という言葉を使う方が数学では一般的です。で、解となりますと、例えばその微分方程式の解のように、その微分方程式の解ですとある関数なんですけれども、そういった解、そのある方程式を満たす、まあ、関数を求めたりするときには、そう求めるものを解と呼ぶことが一般的です。ですので、まあ、ここではコンと書きますが、この大数方程式のコンはですね、重複度も含めて、重複度も含めてっていうのは、二次方程式の時には皆さん10コンってやったと思う、10回ってやったと思うんですけれども、例えば、x イコール1を10回としてのやつっていう、そういう方程式を解いたと思うんですが、
口を含めて数えるっていうのは、10個ほどの2個の2個と数えることを言います。だから、二次方程式の20個だったら、根が2個というふうに数えて、口を含むも含めて、N 個の。というのが、まず基本的な定理の内容で、それから、あと今、扱っている多項式は、QX は実数係数ですので、その場合ももう少し強い言葉を入れて、今は、実数の根が、あるいは、互いに複素協約、互いに協約が互いに協約が複素する項目で、これは数学者のガウスによって紹介された定理で、代数学においても最も重要な定理の一つと言えるでしょう。で、当たり前のように見えますけれども、ところが実際にその M 字の多項式がですね、代入して0になるような X の、代入して0になるような X の個数というのは、ちょうど N 個あるというのは、よく考えてみるとあまり当たり前ではないことで、一応こういった性質があるから、その方程式というのが大事なところだと思います。で、一応この代数学の基本定理を踏まえた上で、定理1のにありますような、QX の因数分解を見てみますと、代数学の基本定理では、ちょうど、この QX イコール0という方程式の根が重複も含めて M 個存在するということを言ってまして、ですので、この例では、ちょうどその α1 から αk というのが実数個になるんですね。で、それぞれ、多重度があるんですけれども、例えば α1 の多重度は R1、 すなわち X イコール α1 という根が R1 個であって、あと同様にして X イコール αk という方が αk というような形。あと残りのこの二次式の積に関しては、これ例えばこれらの根というのは互いに複素協約な根のペアですね。この一つ一つごとに複素協約な根のペアがこう存在するということで、この代数学の基本定理から、この QX というのはこのような形で、因数分解できる。それはその実際にこの根をですね、こう書き表せるかどうかというのはまた別の話なんですけれども、原理的にこのような形で因数分解できるというのがこの定理の形です。で、一応その、実際に部分分数分解する際には、具体的にはこちら右側の黒板にありますような、その分解が計算できればいいんですけれども、一応背景としてはこういう背景があるということを知っておいてほしいと思います。ここまず、はい、ですね、まず実数根は
今この QX っていうのはあの係数が実数だから、そうすると、実数の根に関しては一次式の積まで分解できるわけですよね。で、複素数はどうかっていうと、実際に計算してもらえれば分かると思うんですけれども、例えば互いに複素協約のペアですね、例えば X マイナス A プラス BI とか、まあ、こういう B の、まあ、こんな感じですよね。それとあと X プラス X マイナス、X マイナス、これの複素ぐらいで A マイナス、BI っていう、これを、積を取ればですね、積を取ればうまくこの極が消えてですね、実係数、実数係数の公式になることが分かると思います。で、まあ、こういったものの積が二次式、二次式の公式になります。はい、なんか。で、ここまでいいですか。はい、それで、まあ、一応これは階級として知ってもらえればいいことなんですけれども、じゃあ、実際に次の問題として、その、まあ、こちらの右側の上の黒板にあるように、QX 分の PX を部分分数分解したとして、じゃあ、そこから先、それぞれの積分を、まあ、どうやって計算するかということを、ここはちょっと一応確認しておきましょう。そうしますと、部分分数分解後の その実際の括弧の まあ積分をしましょうという話ですね。で、これいくつかのパターンに分かれるというのは、まあ、こちら上の右側の上の黒板見てみて分かると思いますが、まあ、それを一つ一つ一応、まあ、見ていきたいと思います。まず最初に1番目なんですけれども、1番目の位置として、一番基本的な形なんですが、x マイナス何とか分の定数。では出てきます。例えば、この部分ですね。まずこの部分、この部分なんですけれども、まあ、これは皆さんよくご存知だと思いますが、まあ A 番の6X番の終わりです。で、次に出てくるのが、この x マイナスアルファの、まあ、r 乗ですね。今度は先ほどと似た形なんですが、この分母が r 乗されているという場合で、これも、これも存在問題ないと。
これはですね、シーア側ですね。シーア側は、まあ、1の2の形で、まあ、積分ができます。ベータ X プラスデルタ分の C、こういう形の積分が続きます。この部分分数分解の中では、これはないんですね。これなんですが、まずこれ基本的な戦略としては、この場合ですと U2 乗プラス1の形にします。で、それどうするかというと、X2 乗プラスデータ X プラス、まあ、デルタをこう直しますと、これが X プラス2分のデルタの2乗マイナス4分のデルタ2乗プラスデルタ、
でさらに、この定数の分を1にしますので、マイナス4分のデータ2乗プラスデータでこの式を作って、でそうするとちょっと前半の方がプラスですけどね、プラス2分のデータで分母にマイナス4分のデータ2乗プラス出る。で、これの2乗プラス1と。こういう形で、まあ、U になんとか2乗プラス1という形になります。分母は、まあ、こういう形にしまして、それから分子の方なんですけれども、いきなりこれ分子が dx プラス c の形をやるのはちょっと面倒なので、その前にまずこういう分子の定数の場合のケースをやりましょう。一応今のところ皆さんのノートの修正は多分ここを消すだけでいいと思います。すみません、消してください。まず先にこういう形の積分をやっておくんですが、まず、分母を平方完成して U2 乗プラス1の形に、しておきます。で、そこで今度はその置換積分を行うんですけれども、そうすると、まあ、U イコール、U、ここを U に置く、U ところですね、ここを U と U イコールプラス2分のデータのマイナス4分のデータの2乗プラス2分で、そうしますと DU がThank you.
ける自由となりまして、あとはこれちょっと式の展開は少々面倒ですけれども、基本的にはここを U と置いて置換積分を行うというですね。でさらに続けてますと次のパターンなんですが、今度は、分子の C は一緒なんですけど、分母が X の乗プラス分の X プラスデルタの、今度は何とかでですね、R 乗の積分ですね。で分子については、実は今基本的な変形の仕方は今やったものと同じですね。分母を平方完成として U2 乗を1の形にして、で置換積分をするということで、そうしますと2の1と同様にして、変数変換を行いますと、ほとんど一緒です。この辺が3の数字に実は先ほどのですね、前半の時間の最後の方で出てきた形がここにありまして、前半の時間の最後の方で X2 乗プラス1の R 乗分の1というのを積分を不分積分によって実数をこの実数 R を減らすというのをやりました。でその手法が実はここで使うことができます。で、ここから先はその部分積分などを使って指数を増やす。
ということで、現実にできるようになります。ちょっとこの辺は少し皆さんの面倒で、場所を移すのも面倒かもしれない。まあ、手法はそんなに難しいことはないと思いますので、やり方を、の方針をよく確認してほしいと思います。ここまで来ますと、以上を踏まえて、今度はその部分分数分解で実際に出てくる項の積分を考えるんですけれども、3の1としまして、x2 乗プラスベータプラス、デルタだったんですが、今度は分子の項が、dx プラス1こういう形ですね。でちょうどここに1個現れているような形です。でまあ、基本的には これからやる積分も先ほど の括弧2の形に持ち込むんですけれども、まあ、その前に、少しこの分子の部分に着目した計算を行います。まず u を x2 乗プラスデータ x プラスデルタというふうにしますと、これ u の2微分というのが、2x プラス0ですから、そうしますと、この分子を、分子の 2x プラス0という項と、まあ、それ以外ですね、要は2と分けます。で、実際にその bx プラス c をその 2x プラスベータとそれ以外に分けるとどうっていう計算を実際にやってみるとどうなりますか。どうなるかというと、まあ、これ無理やり作るわけですね。2x プラスベータを無理やり作るんですけど、元々はもともと与えられた x の係数は b ですから、そうすると、前の2分の b をかけて、で、あと残りの部分は、うまくこう足したときにキャンセルして、元の c が出てくるようにすればいいので、c で2分の b ベータ。まあ、こういうふうに置くことができます。そうで、まあ、これで何をしたいかというと、その与えられた積分をこう2つに分けようという話なんですが、
際にこれをどうやってはこう分けるとその何がいいかってちょっと映し分けて少し考えてみてください。そうしますと与えられた積分が、こうして見てみると、皆さん分かると思うんですけれども、実はここで無理やり 2x プラスデータという形を作っておいたの で、こちらの第1項の積分というのは、ちょうど変数変換にあるその、10分の U' っていう形になるんですね。そうすると、これが部分地下積分ができまして、この次の積分というのはちょうど、ログの x の乗プラスベータ x ベータ x プラスデルタという形になります。その地下積分ができるようにうまくこの x からベータというのを分子に出したというのがこのポイントです。で、あと残りの部分は、実はこれ先ほど括弧2のケースでやったパターンでありまして、x2 乗プラスベータ x プラスデータ分の係数という形ですから、これは、括弧2の1のパターンに帰着できます。ちょっと上に上げてみます。ということで、2次式分の1次式の積分はこのようにして行うことができます。最後に、まだ皆さん、左側の方を通していきます。
いいですか、じゃその最後の答えになりますね。そうしますと、まあ、これは分母が R 乗されている以外は先ほどの3の1のパターンとほぼ同じようにできますので、3の1と同様にして、これはいきなり、結果書きますけれども、まあ、一応結果書きます。プラス1代のプラス、デルタのR乗なんですけど、分子は先ほどと同じようにして、2分の B、デルタになったところだけがですね、2分の B、デルタプラス、C マイナス2分の B ベータというふうに分けて、あとこれを先ほど同じようにこう2つの積分の和に分けます。1つ目は H2 プラスベータ X プラスベータの R 乗分の 2X プラスベータと、もう一つは DSC マイナス2分の2ベータかける1分の5プラス2分の1プラス2分の5のバー乗分の1ベータ、これが1ベータになります。で、あとはですね、まずその最初の積分なんですけれども、これやはり、μ の R 乗分の u' という形で、下の積分ができますので、こちらは、残りの部分は、こちらの積分のような1プラス U2 乗分の R 乗という形になりますので、先ほどの2の2の場合ですね。2の2の場合の積分に付着になります。ということですが、ここまで大丈夫でしょうか。まあ、今日はちょっとですね、こうかなり単純かつこう面倒な式の展開などが続いて、皆さん一層大変だったと思いますけど、もしかすると皆さんの中にはこういった式の置き換えですね、こう人でやるのはとても面倒くさいから、今のはコンピューターでやらせた方がいいんじゃないかと思う人もいるかもしれない。実はその発想は全く大正解で、
コンピューターではこういうお伝えするのが多分非常にちゃんとルールを教えておけばちゃんとやってくれます。ですので、そういう意味では部分分数分解なんかはこのコンピューターで式を処理するのに非常に適しているので、ただ一般の不定積分の計算というのはなかなか難しいところがあって、例えば皆さんの年収の授業でこういう問題ですので、何度も遭遇していると思いますけれども、例えばある関数を別のものに置き換えて、積分をうまく計算しようと思っても、いろいろなやり方があるんですね。あと、どれで、こうやったらうまくいくけど、こういうふうにしたらうまくいかないとかありまして、じゃあ、コンピューターでやせるとしたら、それをどのように正しく選択するか、あるいは正しい選択をどういう機能を食べるかというのが、本当に、プログラムをしていると思います。で実は僕はそういう、ね、数式の処理の関係を専門にしておりまして、で皆さんもマスマッカーなんていう数式技術を使ったことがあると思うんですけど、マスマッカーの数式システムにもそのこういった分類を行う上で例えば今の分数分解の規則的な計算ももちろん入ってますし、それから場合に応じてその最適な積分の方法を選択するという手順も、いろいろな考え方の研究者が組み込まれていますので、興味のある人はぜひ使ってみてください。それでは次回がいう最終回になりますけれども、次回は三角関数の有意識の積分について触れた後で、あと公理積分をバッチリやりまして、それで多分終わるのではないかと思います。あと1回です。よろしくお願いします。何か質問ありますか？はい、テストですね。じゃあテストのことは詳しいことはまた来週連絡しますので、ちゃんと試験を受けて範囲を取ろうとする人は来週は必ず受けます。それでは今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。